それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回ですけれども、前回は中国常用定理を紹介しまして、で、中国常用三法、すなわち中国常用定理の その拡張ゆっくりと互助法を用いたその計算法について、紹介説明いたしました。で、今回はその、拡張ゆっくりと互助法のまた別の応用としまして、有理数の再構成を紹介したいと思います。で、今日のその有理数の再構成はテキストですと70ページのセクション 4.12 というところの内容ですので、テキストを持っている人は合わせてご覧ください。で、まず今日は手始めにその有理数をその常用化に埋め込んで計算をするという方法を紹介したいと思います。で、例題としてのこのようなその、結構比較的単純ですけれども有理数の計算を考えてみましょう。5分の2と3分の1を加えて、15分の11を求めるという、計算なわけですけれども、今回その行うのはその有理数、t 分の r ですね、 r オーバー t というのを、これ p を十分大きな素数としまして、で z をその pz すなわち、p で生成されるイデアルで割ったような常用感の中で表現するということによる計算を考えます。で、この場合はその p は素数としておりますので、この、与えられた弦ですね、この z over pz の非ゼロの弦、a としますと、でこれは情報の逆弦を持つわけですね。で、そこでその、今 t 分の r という有理数があったとしたら、その t 分母の t の方をですね、t の逆数という形ですけど、t 分の1というものですけども、この t 分の1をその z over pz の常用感の弦として表すことで、で、r とそれから t の逆弦の積という形で、その1個の有理数をその、この常用感に埋め込むということを考えます。で、そこでその演算を行うというのが今回のアイデアです。で、有理数が、t 分の r が与えられたときに、その分母にあたるその t 分の1にあたる常用感の弦ですね。これは、これまで扱いました、その p を法とするその方逆弦の計算で求めることができます。で、例えば、今の例題ですと、一応考慮すべきことというのは、その常用感、今考える常用感の z over pz の p としてどのぐらい大きな値を取ればよいかということですね。というのは、その常用感で表現できる、区別できる弦の個数が少なかったりしますと、その有理数からその常用感の弦の写像が単写ではなくなる可能性があるわけですね。で、単写でなくなると、その計算、例えば、異なる有理数が一つの常用感の弦に移されることが起こり得ますから、そのような場合にいろんな還元乗除をその常用感の弦で行ったりしますと、その元の有理数の還元乗除の結果を正しく反映できるとは限らない場合があります。ですので、この常用感のその大きさですね、位数は、その、扱う有理数の分母分子の大きさに応じて、適切な大きさのものを取る必要があります。で、一応理論的なことは一応後でですね、定理の形で紹介されますけれども、この場合は分母の部分の絶対値を15未満と、それから分子の部分の分子の部分の絶対値を15未満と、それから分母の部分の絶対値を16未満として、その r と t の絶対値の2倍ですね。で、そうしますとこれが240の2倍となって480になりますけれども、480よりも大きい
適切あの、まあ、素数を適当に選ぶということにします。でここでそのまあ480を上回るような素数として、まあ、487を選んできました。で、まあこれからその実際に計算をしていきますが、まずその5分の2ですね、最初に与えられた5分の2をこの Z オーバー 487Z という乗用感に埋め込む計算を行います。でそこで、まずやることはその5分の1をそのこの乗用感でどう表現、どの弦に、あ、5分の1がですね、分母の5分の1がこの乗用感でどの弦に移されるかということを調べますので、そうすると、487を法とする、まあ、5の逆弦を計算します。で、計算の仕方は、その487と5から、5を入力とする、各種ユークリッド5乗法を計算することになります。で、まあ、R0 を487、R1 を5として、まあ、そこから、その乗与列を計算していきますと、ここにありますけれども、その R の3が、乗与が1になりますので、そうすると、ここで、逆弦を求めることができるわけですね。で、1がですね、487のそのマイナス2倍と、それから195の5倍の和になりますので、そうすると、この乗用感でのその5の逆弦というのは195と、ということになります。で、そこで改めてその5分の2をですね、そのこの乗用感の中に埋め込むとすると、そのまあ2は分子ですから、2にその5分の1を移した数ですね、5の逆弦であるその195をかけて、でまあ390という値としてこの乗用感に埋め込んでおきます。で次のステップではそのもう一つ5分の2に加える3分の1を同じ乗用感に埋め込むわけなんですけれども、これも先ほどと同じように、今度は3の逆弦ですね。487を法としてその3の逆弦を計算します。でこれも487と3から各種ユークリッドの5乗法を使いますと、この時は、まあ、1回の割り算でちょうど余りとして R21 が出てきますので、まあ、これを使うと、487方法として3の逆弦というのがマイナス162になります。で一応まあ正の数に直しておくと、まあ、325と表すことができますの で、ここではその3分の1をまあ325としてこの乗用感に埋め込みます。で次にその、まあ、有理数の5分の2プラス3分の1に対応するこの乗用感の弦の計算足し算を直接行いますと、まあ、5分の2を埋め込んだ弦が390で、それから3分の1を埋め込んだ弦が325でしたので、でまあ、これを加えて、まあ、725になるわけですけれども、これをその487で乗与を割って乗与を取ると228という数が出てきます。で、次にその、まあ、興味があるというか関心があることは、じゃあ228っていう計算結果が出たんですけれども、じゃあそれを満たすようなですね、この t 分の r、 すなわち、まあ、ある有理数がある有理数 t 分の r っていうのが存在して、で r にそのこの乗用感での t の逆弦をかけたものがその228になるようなものが存在するかっていうのがまず一つの関心元で、でもう一つは次にもしですね、このこういう有理数に対応する乗用感、あ、有理数、この乗用感の228に対応する有理数が存在した場合に、それというのは必ず、本来その我々がやろうとしていた計算結果ですね、5分の2プラス3分の1の結果ですから15分の11に対応しているかということを確かめたいということに、まあ、関心が移ると思いますので、まあ、それを確かめてみましょう。でそこでまあ、とりあえずですね、その、まあ、検算という形になりますけれども、まずはその15分の11をですね、この今扱っている乗用感に埋め込んでみます。で、ここではその15が分母ですから、まずその487を法とするこの15の逆弦を計算します。で、これは、487と15から始まる拡張ユークリッドの5乗法で計算できますけれども、まあ、R の2と R の3を計算した段階で、
アルノさんが1になりますので、ここで計算が終了して、で、まあ、この乗用感での15の逆減というのは65ということになります。で、あと分子が11ですから、そうすると15分の11をこの乗用感に埋め込む計算というのは 11×65 ということになりまして、でその結果は715になるんですけれども、715を487で割った余りを取ると、228ということで、この228っていうのは先ほどですね、この5分の2プラス3分の1をこの乗用感に埋め込んで計算した結果に、等しい値になりましたので、とりあえずそのこの有理数の計算は乗用感元の有理数での計算結果と乗用感での計算結果がこう対応してそうだというふうに思います。で次にですね、関心があるのは、じゃあその228っていうその、まあ、乗用感での計算結果が出たときに、そこからですね、本来の有理数の計算結果であるこの15分の11っていうのを復元できますかっていうことが問題なんですけれども、これは今日この後定理で述べるようにできます。しかるべき条件を満たした乗用感でこの計算を行えばできますっていうので、とりあえずそのまず計算例をですね先に示します。でここではその、まあ、法となっている487と、それからその乗用感でのこの有理数を埋め込んだ計算結果の228から拡張有理のご情報で乗用率を計算していくんですけれども、ポイントはですね、その先ほど ここではその15という値を取っていまして、この乗用ですね、この乗用が15以下になったところで計算を終了するというのが一つのポイントです。でそこで計算していきますと、その R3 を計算した段階で乗用が11になりますので、まずここで計算を止めます。で、そうしますと、こちらにありますように11っていうのがですね、その487のマイナス7倍に15度228倍をかけた値に等しいですので、でこれは487を法とする合同式で表しますと、11が 15×228 と合同であるということを示しています。でこの結果を見ますと、その、まあ、形式的にですね、今この合同式の右辺が 15×228 になっておりますので、これ両辺にこの15の逆減をかければ右辺はちょうど228になるんですね。そうすると実はこの左辺の11というのをその分子にして、で右辺の15というのを分母に取ると、その実はこの形でその15分の11という計算結果が復元できるというのが、まあ、今日の、まあ、定理。今日紹介する定理から得られる結果です。そうするとこのようにして、その乗用感で行った計算結果からその元のその有理数を取り出すことができるようになります。ということで、今日紹介するのはその、定理 4.82 ということでテキストに書かれてある、まあ、有理数の再構成の定理です。なお一部ノーテーションがですね、このテキストと異なっている部分もありますので、まあ、その辺は適宜対応させながら見てください。今、まず N と B と、それから R スターと T スターというのを、まあ、整数とします。でそれから、N、それらの数の関係としては、B が0以上 N 未満の数で、それから、R スターも、0以上 N 未満の数です。あと T スターは正の数と数とします。あと、N と B から生成されるその拡張ユークリッド互助法の乗用列ですね、これを RI、SI、TI というふうに置きます。で、あと、この J というのをですね、この
この拡張輸血の誤助法で計算される剰余 Rj が R スター以下になるような最小のインデックス、すなわち剰余が R スター以下の最大の数になるような J の値ですね。これをインデックスを J と置きまして、でここでのその Rj、Sj、Tj の値をそれぞれ R' S' T' というふうに置きます。で、あとこの、N とか B とか R スターとか T スターに関しては、これ今の拡張輸血誤助法の結果とは別に、そのある、RST という整数が存在して、で、R が、NS プラス BT に等しく、かつ N の絶対値は R スター以下、それから、T は正で、その絶対値は、その値は、その大きさは T スター以下という仮定もしておきます。で、この時に成り立つことが2つありまして、で1つはその T スターですね。 T スターっていうのはこの N と B から計算する拡張輸血誤助法に含まれるその T、T プライムか、ごめんなさい、 T プライムですね、 T プライムなんですけども、この T プライムっていうのは絶対値が、それから正で、それが大きさが T スターで抑えられると。で、2つ目の主張としては、もし、この N がですね、その R スターと T スターの2倍より大きければ、ある Q が存在して、で、RST とそれから R スター S スター T スターというのは全ての9倍の関係になっていると、そういう主張がこの定理でして、一応この定理を背景にその有理数の再構成というのをすることができるようになっております。ちょっと詳しい証明は時間の都合で省略しますけれども、一応テキストの方にありますので各自確認してください。ここまででしょうか。